日本維新の会の会徹でございます、えー、今日は、予算委員会の集中審議、えー、まあテーマがです、ねまあ、働き改革国会、えー、あと内外の主要性ということですので、えー、まずはあの働き改革国会、働き方についてです、ねえー、質問させていただきたいと思います。われわれ日本維新の会、えー、日本のです、ね、労働生産性をまあ上げていくこと、まあ、このことは非常に大事だというふうに考えておりますし、 また、多様な働き方、これもです、ね、やはい認めていくことも大事だと、ただまあ過労死というのはです、ねまあ、絶対に起こしてはならないと、そういう中で,です、ね、これからの働き方を検討していかないといけないというふうに考えております。まあ、そんな中で、今回、採用労働制の関するです、ね、データの不備、これ、合計異常な数値ということで、まあ、365件あったかと思うんですが、 えーまあ、このことについてまあお伺いをしたいというふうに思います。えーまあ、今回のこのデータの不備なんでありますが、まあ、前提の違う,う、まあ、データが比べたものであって、答、え、弁、ー、のです、ねまあ、撤回、それからまあ法案からです、ね、まあ、この裁量労働制をまあ削除をすることになったわけでありますけれども、まあ、なぜです、ね、このようなデータの不備がです、ねまあ、起こってしまったのか。 ああということについてまず加藤厚労大臣の方からですねお聞きしたいと思います。加藤厚生労働大臣。あの委員から今委員からもご指摘ありましたけれども、裁量労働制のデータに関し生産に相当な時間要するデータをお示しし,し答弁をしたことについて撤回し和びを申し上げ、また精査の結果。 一般の労働者と裁量労働制のもとにある労働者について、異なる仕方で選んだ数値を比較していたことは不適切であったと認識をし、改めてお詫びを申し上げたところでございますし、また、この全体のデータに関して、不整合が指摘をされ、今、もともとあった減票との付き合わせも含めて操作を、精査をしているところでありますけれども、まあそうした、そうした精査が必要な状況にあるということ。 まあこうしたことも踏まえながら、裁量労働制のデータは、国民の皆さんに今回の裁量労働制の改正に疑念を抱かせることになった、まあ、こうした点を深く反省しなければならないというふうに認識をしております。まあ、そういった中で、裁量労働制については、今回の改正から全面削除することとし、そして裁量労働制の実態についてしっかりと把握し直すこととして、 そそしししてその上で議論をし直したいといいとううふうに思います、まあ、こうしたことにあった背景は何かということでありますけれども、そうしたことも含めて、しっかりとその原因ということもわれわれ突き詰めながらです、ね、こうしたことが二度と起こらないように対応していきたいと思っております。徹君ということはあの、加藤大臣、これあの、原因がです、ね、まだ分からないということでよろしいんですか加藤労働大臣厚生労働大臣。 あのいくつかの問題があったというふうに思います、一つは不適切、要するに異なる仕方で選んだ数値を比較したという意味での不適切性、まあ、こういったものについては、統計を扱う上におけるです、ね、やはりもう少ししっかりとした認識を持つ必要があるんだろうというふうに思います、またあのデータが不正合うんぬんの話でありますけれども、やっぱり調査をするときにどういう体制でやってきたのか。 また、原票との、これ、とまあこれし合して最中でありますけれども、これはまあ外部に委託をしたところでありますけれども、そういったものをどうチェックをしてきたのか。あるいは これ大量なデータでありますから、やはりその中におかし、おかしなものがどうしても混じることがあります、そういったものを本来であれば弾くような仕組みを入れてこなきゃいけないんだろうと思いますけれども、そういったことも不十分だった、こういった点が考えられるわけでありますけれども、それ以外にもあるかもしれません、そういったことも含めて、ですねしっかりと我々反省をし、そしてまず、 裁量労働制に関する実態の把握についてです、ね、そうした統計の専門家等とのご意見もいただきながら、それにしっかりと取り組みたいと思います東徹君、まああの。今回あの、素人が見てもです、ね、この数字はおかしいんじゃないですかと分かるような、まあ、数字が、まあ、たくさんあったわけですよね、でえーまあ、そういったことに、まあ、気付かなかった、でまあ、そのままあそのデータをもとにです、ねえーまあ、議論していくことになってしまったというわけでありますが。 私はあの厚生労働省なんですけれども、たびたびですね、なんかミスみたいなものがよく起こるんです、で、私はあの厚生労働省なんですけれども、その組織にです、ね、問題があるんじゃないのかというふうに思ってまして、過去にもですよ、まあ、安倍政権になってからですけれども、まあ、例えばジードの不正入札、それから法案審議にです、ね、関してもなんですが、まあ、医療介護総合推進法の趣説明資料のですね、 コピーペーストしててですね、えー、それでえ法案がまあ審議できなかったと、えー、止まってしまったというようなこととかですね、それから労働者派遣法のまあ文言ミス、まあ、こういったこともありました。で、あの法案審議の前段階でミスが見つかって、えー、まあ審議ができなかった、まあ、こういったことがあるわけですけれども、 厚生労働省なんですが、組織がですね、大きすぎて、本来あるべき組織のガバナンスがですね、働いていないというふうに考えます。そして、医療や介護などの社会保障も、働き方改革と同様の重要なテーマでありますが、働き方改革の議論自体ですね、データの話ばかりまともに行われていないまあ本来議論されるべき社会保障の問題も、それにですね、時間を取られてしまって、十分に議論されていないわけであります。 あの小泉進次郎議員ではないですが、厚生労働省ですけれども、厚生と労働にまあ分割すべきではないかというふうなことをですねおっしゃっておりますが、私もまあ厚生労働委員会でえずっとこう審議を見てまして、そのように思います。このことについて、安倍総理の見解をお伺いしたいと思います。安倍総理大臣厚生労働省の,の場合はですね、まあ 厚生省と労働省が一緒になったわけでありますが、それぞれ国民生活に密接に、密接な業務をですね抱えており、一体的に推進することによって、一層国民が安心して暮らせるようになっていくと、こういう目的で、一緒にしたわけでございまして、しかし、今、委員がご指摘になったように、わが党の中でもこれ、それ落ちするんではないか。 まあ使う法案がもう非常に大きたくさん渡りあ,のあ,のありです、ね、多岐にわたりかつ非常に重要だとえ、こういうご指摘もございますが、しかし私どもといたしましてはです、ね、現在、えー、この与えられている状況の中において、えー、関連する業務を一体的に推進することによってです、ね、一層国民が安心して暮らせるように努めていきたいと、こう考えております。東徹君。 あの安倍総理はですね、まあ、昨年、衆議院選挙でまあ国難だとおっしゃって、まあ、衆議院解散総選挙されたわけですが、私も今のおまあ少子高齢化の問題、人口減少問題、まあ、国難だというふうに思っております。まあ、そういったまあ少子高齢の問題もですね、まあ、議論していくのは、これ、厚生労働省ですし、 またこれ、まあ、今回の働き方改革国会ということで、まあ、これからの日本のです、ねまあ、成長経済成長、しっかりとやっぱりどうあるべきかということを議論していくのも、これも厚生労働省で、これはもう、ね、なかなかです、ねえー、そらたくさん、まあ、いつもです、ね、法案審議する法案もたくさんあって、これ前に進まないわけですね、困、ま、難、あ、んんで本当にです、ね、安倍総理、国難が突破できるのかなと、まあ、本当に私はまあ心配してです、ねえー、見させていただいております。 あのパネルを一つまあご覧いただきたいと思うんですけれども、これ、厚生労働委員会にですねえ付託されたまあ法案、過去の法案になるわけですけれども、今回の法案は、加藤大臣、8本ですよね、8本。 たばね法案と言われてて、まあ、一括でまあ審議をしないといけない、まあ、一括でまあ賛成、反対を決めないといけないわけですけれども、過去にもです、ね、この束ね法案というのは、何回も出されてきてるんですね、今回の8本でもまあ多いなというふうに考えるわけですが、過去を見ますと、まあ、この例えばですね、平成26年、まあ、地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備とに関する法律。 これなんか18本もですね、束ねて出してるんですね。で、これ、束ねて出さないと、おそらくなかなかですね、えー、審議ができなくて、えー、法案が通っていかないから、まあ、無理くりですね、えー、こうやって束ねていって、まあ、審議していく。だからこういったです、ねまあ、ミスも起こってくると、まあ、私はそういうふうに思うんですが、まあ、こういった束ね法案ですね、やっぱり見直していくたびにも、まあ、組織の改変がまあ大事だと思います。加藤大臣、どのように思われますでしょうか加藤厚生労働大臣。 まあの2つ以上の法律の改正を提案しようとする場合には、一般に法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨、目的が一つであると認められるとき、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して、一つの体系を形作っていると認められるときは、一つの改正法案として提出、提案することができると承知をし、これまでそうした考え方に沿って、本数が多いというご指摘がありましたけれども、 そうした法案を出させてきていただいたところでございます。まあ、他方で今、あの委員からそのミスの話がありました。まあ、こうしたあの法改正を行う上でも、また統計等を取り扱う上においても、ミスがあってはならないことは当然でありますので、ミスがないように一丸となって取り組んでいきたいというふうに思います。また、規模が大きいんではないかというご指摘もありました。まあ、確かにそうした側面はあります。しかし、他方でまあ統合するメリットによってですね、 仕事と家庭の両立、子育て支援の充実、障害者の就労支援と雇用促進、あるいは介護・福祉人材の確保など、それぞれ一体的に、まあ、推進しているところもございます。<coughs> いずれにしても厚,労厚生労働省は国民生活に密着した業務を担っているわけでありますから、その責任と、そして自覚を持ってです、ね、取り組んでいきたいと思います東徹君。まああの 加藤大臣あの、そうおっしゃいますけれどもね、えーまあ、私も大阪府以下ありましたけれども、やっぱり医療とか福祉というのは、それだけでもです、ねまあ、かなりのウエイトを占めるんですね。だかから雇用とか雇用用ととと対策となると、まあ、例えば、えーまあ 経済的なものとです、ねまあ、一緒にしたりとか、まあ、そういったことをです、ね、や,っぱやらないとなかなかです、ね、回らないというのが、まあ、私の経験もです、ね、そういうふうに思います。まあ、ぜひまあ組織を変えることもです、ねまあ、今後、検討すべきと思います。で、もう一つ、まあ、こういったあの法案の束ね法案なんですけれども、これもできるだけです、ね、や,っぱりやめるべきで,で、過去にもですね、 例えば、まあ、さっき言いました、まあ、医療介護の総合的な確保を推進するの法律案なんか、全く関係ないです、ね、医療事故の、ねえー、法案が入ってたりとかするわけなんですよ、これ、無理くりにです、ね、こう一緒にしてる、こんなことはです、ね、もうやめないといけないと思いますので、えー、ぜひ加藤大臣、このことについても前向きな答弁をお願いしたいと思います。加藤厚生労働大臣 あの先ほど、2つ以上の法律の改正を提案しようとするときの考え方については申し上げさせていただきました。まあ、あの厚労省、としても先ほどご指摘のように、幅広い分野を所管をし、それぞれの国会においても、改正する法律案の本数が多い省庁ということでもございます。いずれにしても、必要な法改正をまあしっかりと行っていく、そしてやはり国会においてもしっかりご議論いただける、まあ、そういうように努力をしていきたいと思います。 東徹君。あの、まあ、こうやって束ね法案をやってるからですね。やってる時に限って、僕はこういったミスが出てくるんだろうというふうに思いますので。まあ、ぜひですね。えー、一個一個丁寧にですね、議論していく。そのためにも、やっぱり組織のですね。えー、改正もやっぱり検討していくべきだということをですね、申し上げさせていただきたいと思います。で、えー、次にですね、議員立法について、お伺いをさせていただきたいと思います。まあ、議員立法なんですけども、あのー、日本維新の会からは。 まあ全国会、前々国会と、まあ、100本以上のです、ねまあ、法案をまあ出させていただいておるんですが、全くですね、えー、たった1つの法案も,もう審議していただけないんですね、安倍総理、なんとかこの審議でしていただけない状況、なんとかしていただけないでしょうか安倍内閣総理大臣。あのまあ、毎回同じ答弁で大変強縮なんですが、山さん人立法においてはです、ね、これ、国会において。 皆様が判断されるということでございますので、国会の中で,です、ね、えー、しっかりとした議論が、まあ、行われることが望ましいのでございますが、まさにそれを国会でお決めなことではないかと、このように思います東徹君。私の答弁ですね、分かってて、まあ、質問させていただいておりましてです、ね、まあ、国会の中でというふうにおっしゃるんですけれども、全く審議されないんで、この不満をです、ね、ぶつけるのは、ちょっと安倍総理しかなくてですね、まあ、本当申し訳ないなと、まあ、いつも思っておるんですが。 まあ、あのこういう場でしかこう言わざるを得ないんで、まあ、言わせていただいてるんです。で、あの今回ですね、えー、議員立法をわれわれが検討しているのが一つあるんですがあの、公職選挙法の改正なんです、まあ、これ、野田あ総務大臣ですね、まあ、お聞きしたいなと思うんですけれどもあの、これ見ていただいたら、あれなんですか、N 市議会議員選挙で、まあ、昨年なんですけれども、行われた選挙なんですね。でえー、お一人は 我々の日本維新の会の公認候補として A さんが立候補しました。もう一人は小さい字で地域政党日本維新の会とこう書いてあるんですね。これも公認って書いてあるんですね。でこの2方が一つの市議会議員選挙に出たんですね。で結果どうなったかと言いますと、日本維新の会の公認候補 A さんは自前で落選で、えー、地域政党で小さい字で書いた 日本維新の会公認候補の B さんをですね再開でギリギリ当選、しかもその票数のですね差はあのたった二十六票差あでですね、えー、まあ,あ地域政党日本維新の会の方が当選したとこれ全く関係ないんですね関係ないんですでもこういったことがですね起こってしまったんで。 これをですね、防止するまあ法案をですね、まあぜひ出すべきだということで今検討をしておりまして、えー、こういった公職選挙法まあぜひ変えるべきだと思うんですが野田総務大臣どのように思われますでしょうか。野田総務大臣、あのお答えいたしますあの今の現行の公職選挙法についてご説明をしたいと思います。政治資金規制法上、えー、一定の国会議員数や 国政選挙の得票率による政党要件を満たした政党は名称保護がなされることとされておりまして、総務大臣により公表された政党の名称や、それに類似した名称を、その政党以外の政治団体が届け出ることはできません。他方、えー、政党の名称等が公表される前においては政治活動の自由及び結社の自由を保障する観点から、原則として政治団体は自由に名称を届けることができます。 またえ、政党名での投票が有効とされている衆議院、参議院の比例代表選挙においては、公職選挙法上の政党要件を満たす政党は、名称及び略称の保護の届け出を行うことができるとされており、その政党以外の政治団体は、保護された政党の名称等を名簿の届け出の際に使用することはできません。しかし、その一方、地方選挙など、候補者本人が立候補の届け出をし、 候補者の氏名を記載して投票する選挙においては、このような政党の名称保護の制度はありません。そのため、虚偽に当たらない限り、立候補の際に届け出た所属する政治団体の名称を用いて、選挙運動を行うことができます。で、えー、今現在ですね、また御党の名称に用いられている、例えば維新という語を用いている政治団体っていうのは、総務大臣届出分で今、33団体あります。 うち、同一名称、日本維新の会の政治団体も実は3団体、今現在あると承知しています。いずれにしてもお尋ねの公職選挙の改正については、政治活動の自由や結社の自由、そして立候補に関する制度という選挙のルールに関わるものでございますから、今あの、お話がございましたあの立法あの議員提案に関しましても、各党会派でご議論をしっかりいただくべきものだと、私は考えています東徹君。 ですから、ですねあのこれ今回、ポスターも、ですねあのポスターもシンボルカラーって、どこの政党でもあると思うんですけども、シンボルカラーも同じ、ロゴマークもですねこ似たようなロゴマークだったんですね、これ、何回もこれ、報道、テレビでも報道されたんですけども、いや、国政政党、日本維新の会と思ってたとかいうね、聞くと、やっぱりそういったインタビューも出てくるんです。だから誤認されなないような やっぱり防止策っていうのは必要だと思うんですけれども、必要だと思いませんか、野田総務大臣。あのご質問をいただいてあのいろいろお調べいたしました。あの実はですね、その、えー、A さんと B さんの方です当選された。 B 氏が自身を代表として政治団体、日本の維新の会の設立を総務省に届けてた2016年4月当時というのは、実は政党、日本維新の会は存在しなかったわけであります。そそうういうことで法律そのおお プロセスの上では決して問題がなかったということもありますので、今現在の公職選挙法ではそういう立て付けになっていることを踏まえ、ぜひ各会派で、まあ、議論していただいて、あのまあ、ご議論していただくことが一番寛容だと思っております。東徹君 まああの過去に確か自由民主党さんだって、ですね支持率の低いときは、その政党名を変えようかという議論もですねあったかのように、私も、なかったですか <laughs>、なかったかもしれませんが、例えば今、民主党という政党がないですけども、例えば地域政党、民主党という、ですねまあそれも作ろうと思えば、ですね今、作れるわけですよね。だから、これ、本当にですね、 あの簡単にできるわけでありまして、元に戻ったときにはまた、ですねこれ、ごっちゃになってくるんですね、だからやっぱり、誤認を防ぐというまあ法律は非常に大事だと思います、もう一つですね、これは自民党の与党の議員の先生も聞いても、いや、それはもうやらなきゃいけないよねって言われてるまあ法案が、ですねまあ今回の茂木大臣で問題になりまして、選考のやつなんですね、選挙、選考の。 でその前は、あの他の会派の議員であの、強化の問題もありました、でえー、選挙区支部ではです、ねまあ、これは認められておるというふうなことで、これはまたおかしな話なんですね、まあ、個人では、個人ではだめ、で政治他の政治団、自分の政治団体はだめ、でも選挙支部では OK、でも選挙支部の支部長は、まあ、その人なんですよね、だからこれはおかしいですよというふうなことで、まあ、大体皆さん方はまあそう判断されるんですが、やっぱこういった。 法案、あの選挙区支部の寄付、これは禁止すべきと思いますが、まあ、あの先ほどの法案も含めてです、ね、まあ、大体各会派というのは分かるんですが、安倍総理、えー、お答えいただければと思います安倍総理大臣。あのまあ、公職選挙法においてはです、ね、お金のかかる選挙を是正するため、寄付禁止の規定が設けられ、順次強化されてきたものと承知をしております。その結果 現在、当該選挙区内にある方に対する寄付は、政治家本人によるものは原則として禁止されていますが、政党支部については、政治家個人の公営団体には当たらないと解されているため、政治家本人の氏名を表示する場合等を除き、寄付の制限はないものとされています。政政党支部からのののの寄付を含め政治団体の支出の制限のあり方にについてはまさに 選挙制度の根幹、政治活動の自由に関わる事柄であり、これは各党各派においてしっかりと合理論に取るべきものと考えております。あのまあ本当はですね、この政治のあり方等についてま真剣に考え、ですね、そして議員立法という形で建設的な議論をしておられますことに対しましては敬意を表したいとこう思いますが。 まさにこの国会の審議のあり方については、国会においてお決めいただきたいとこのように思います東徹君。 まあいつもあの敬意を表していただくというお言葉をいただいて、大変ありがたいんですが、まあ、なかなかまあ審議をしていただけない、まあ、憲法にもです、ねまあ、国家が唯一の立法機関とまあ言われている中で,です、ね、確、ま、保、あ、しかです、ね、いつも審議されないと、非常にまあ残念なことでありまして、えー、まあぜひです、ねまあ、そういったことについてです、ね、まあ、ぜひ自民党の中でもです、ねえー、議員立法をやっていこうというふうなことをです、ね、言っていただきたいなと思います。 で次に、えーまあ、パネルを見ていただきたいと思います、3番なんですが、えー、国民負担率についてですね、えー、お伺いをしたいと思います。あの国民負担率というのは、あのもう、皆さんご存じと思いますが、まあ、税金とか、それから社会保険料の負担、これをまあ収入全体で,です、ね、どれぐらいかという割合を示すものでありますけれども、まあ、最近発表された財務省の資料によりますと、 まあ平成30年度の国民負担率は42.5%という見通しだということなんですね。で、これ、第二次安倍政権が誕生したまあ平成24年度はどうだったかと言いますと 39.、39.7%だったんですね。で、安倍政権が誕生してからですね、約5年で2.8%。まあ 国民負担率がですね、上がってきてる、まあ悪化していると、まあいうことが言えます。で、安倍総理は来年10月にですね、こう消費税のまあ10%これ引き上げを予定されているというふうなことを言われておりますけれども、まあ仮にまあこれがですね実施された場合なんですが、国民負担率まあどのようになるんですかこれ。あ、総裁大臣。財務大臣。お願いいたします。 あの10%に上がったら国民負担率はいくらになるかっていうあのこれはもう今先ほどルールっていうかそのあれをご説明されましたようにこの分母の数字のいわゆる何ていうの国民ん何総生産というか分母の,分母の数字が今それ42.5のやつら確か414兆円で計算されてるんだと思うんですけれども。 あの国民所得の414兆円っていうのが2年後ちょっとどうなってるかっていう数字によってこれ分母の数字が上がりますとあの上の数字が割られる数字も下がりますんで42が下がるかもしれませんのでちょっとそこのところが前提条件がきちんと414兆であればという前提でしかお答えができませんということを最初にあのお断りしておりますがその上で足元の平成30年度の国民総生産で負担率は42.5%になっておるんですが。 これを今回あの、なんていうの、国民負担率をあ、えーじゃあ、ごめんなさい、国民負担率じゃなかった、消費税を2%上げ引き上げさせていただいて、8%、10%にさせていただくことによって、今、私どもの計算では、国民負担率おおむねプラス1%強、今日上がる、上昇させる要因となると思っております。でこれはの 重ねて申し上げますけど経済の動向で偉く影響されますんでその点は将来にわたるちょっと予想という形になりますんでうかつなことは申し上げられないんで言葉を選ん,で選んでおりますけれどもいずれにいたしましてもこの点につきまして私ども今後ともこの国民負担率っていうのは社会保障と両方ですんでこれ一番考えない,といかんところだと思っておりますんで受益と負担のバランスっていうのにも一番注意をしてこれ東先生やっていかないとあの。 可能な負担というものが適正かそれを超えとるかというところはなかなか難しいところなんで私どもとしては社会保障というものの重,重点化等々いろんなものを私どもやって3年間で1兆5,000億と思って。 で毎年約5000億に収めるということができましたんで、42.5で止まっておるんだと思っておりますけれども、いずれにしても今後ともこの点につきましては、一番注意を払わなきゃいかんところは、この国民負担率というのが一番国民の負担になるところだと思っておりますんで、この点が一番頭に入れておかないかんところだと思っております長東徹君あの。麻生大臣、ちょっとピシッとです、ね、ぜひ答えていただきたいなと思うんですけれども、まあ、これはです、ねまあ、非常に、えー、大事なことだと思うんですね。 で今、点五パが42.5%ですから、来年というとはもうすぐですよ、すぐです。ですから、ト消費税が8%から10%、2%上がるわけですから、ね、2%上がるときには、こうなりますよと、ね、先ほどまあ1、1%ント強と言いますけれどもど、どうなるんですか、もう一度明確にお答えください。麻生財務大臣、あの1%きょうということは、40%。 まあ、今42.5ですから、1%43.5、試、え、写、ー・後ニュースは44とか、いろんな表現だろうかと思いますけれども、あのそのときも分母の数字は414兆が大きくなれば、それまた下がりますから、そこの点は申し上げられにくいということで、ピシっとって言われても、ピシの分母の数字はピシではありませんから、なかなか分子の数字もなかなか答えができないということだと思います。東徹君委員長あのー これ、ね、非常に大事なことで、やっぱり将来を予測していくということは、すごく大事なことだと思うんですね。で、やはり消費税を上げるときには、そのときの予測、国民負担率がどうなるんだろうかとか、可処分所得がどうなるんだろうかとか、まあ、そういったことをです、ね、やっぱりしっかりと予測していかないと、やはり判断間違っちゃいますよ。だからその判断を間違えないためにも、麻生大臣はきっとそこのです、ね、国民負担率はどうだということは、 しっかりとです、ね、やっぱり計算をさせて予測する、まあ、そういったことが大事なんです、でそれをしないことがです、ね、一番最悪だと思いますので、まあ、ぜひです、ねまあ、そういった予測をしていただきたいと思います。でまあ、もし来年、あの消費税2%増税すればです、ね、まあ、消費の落ち込みからです、ね、国民負担率2%、まあ、上がる可能性もこれ、あるわけでありまして、えー、国立社会保障人口問題研究所、まあ、将来人口推計によると、 2042年にはです、ね、高齢者数は3935万人で、ピークをこれからです、ね、迎えていくことになるわけです。まあ、このようなまあ人口構成で、えー、まあ今後、社会保険料負担もさらに増えていって、可、え、処、ー、分取得は減っていくのではないかという不安が、国民の中にはでは、ねまあ、あると思うんですね。で、国民にまあこの国がどうなっていくというようなあ情報、ね、予測をして、だから今、 こういうことをです、ね、やっていかないといけないんですよというためにも、私はです、ねえー、あの国民負担率の将来推計を、えー、行った上えで、まあ、公表をぜひす,、ねまあ、すべきと思いますが、いかがでしょうか麻生財務大臣。あの国民あのなてない 負担率の推計につきましてはその分母の数がなかなか確定できないのでピシッと申し上げられないというのはこの条件は変わってないんですけれども少なくともこの私どもの消費税を上げさせていただくにあたりましてはこれまで消費税の引き上げを延期させていただいたという経緯がありますでこの経緯は何かといえば消費税を引き上げればその分だけ消費意欲が減退するひいては GDP に占めます一番大きな比,例比率を占めます 国民の最終消費と言われるものが大幅に影響されるということを考えますと少なくとも我々としてはこの影響を十分に考えないかしたがってこの消費がまだ十分に起きるということが予想できるまで経済を伸ばしていくという必要があるということで私どもとしては引き続き消費税をそのままの8%に据え置いたまんまで GDP 等々を伸ばさせていただく。 また、えー、賃金,賃金給料を上げていただくそういったような話を主にさせてもらわないと最終的に響く国民総所得から出てくる国民の上がらないといわゆる国民消費が増えない個人消費が増えないということになると結果としてまたということになりかねませんので我々引き延ばさせてもらってこの2年ほど経 伸ばさせていただいたただんですが今回のは今の状況としては少なくとも前の時に比べまして明らかに経済状況がよくなってきておりますんでそういった意味では私どもやらせていただきたいと思っておりますがその時にはいわゆる国民負担率がどうなるかというのが安住先てるご指摘なんだと思いますが私どもとしてはその段階では414兆というのはさらに大きくなってくると思っておりますんで私どもとしては44%いかない手前のところで何としても収めたいなという 気持ちは持っておりますけれども、こればかりはちょっとなんとも、ピシッとした数字は今、申し上げられないというのは実態です東徹君、まああの。何度も言いますけれども、やっぱり将来を予測していくということは大変、まあ、重要なことでありましてで、また遠い将来のことを言ってるわけではなくて、えー、来年の話でありますから。 まあ、ぜひそこはです、ねえー、予測した数字というのを出していくということは、公表していくということは大事です。で、えーまあ、今、麻生大臣からもまあ景気が良くなってきたというふうな話がありましたが、まだあ回復途上だというふうなあ認識です、でえーまあ、デフレ脱却半ばというわけですから、また再びです、ねまあ、デフブレに陥ってはいけないわけでありまして、まあ、そんな中で、えー、消費税増税。 これ本当にやるんですかというふうに常に思うわけですが、われわれはまあ消費増税はまあ凍結すべきだというふうに考えておりますが、えー、安倍総理のです、ねえー、見解をお伺いしたいと思います安倍内閣総理大臣。消費税をです、ね、5%から8%に引き上げた際、確かにです、ね、個人消費が落ち込むなど、予想を超えた影響があったのは事実。 ありますだからこそこの3年間、われわれはしっかりと3本目の政策を進めてまいりました。あそしてその結果です、ねえー、賃上げはまあ中小企業を含め、今世紀に入って最も高い水準の賃上げが4四半期連続で実現し、多くの企業で4年連続のベースアップを実施しています。まあ、消費も GDP ベースで見て、実質2016年以降、前期比プラス抵抗で推移するなど、まあ、持ち直しております。 えーまあ、消費税の引き上げはやはり、まあ、消費にショックを与える可能性がありますので、まあ、このため、今回の消費税率10%の引き上げにあたってはです、ねえー、まずは、えー、その使い道を子育て世代への投資と社会保障の安定化とにバランスよく充当することにいたしました。あいわばあ、まあ、半分はですね 子どもたち、あるいは子育て世代への投資として、政府が使うということにしたわけでございます。そして、もう1点はですね、10%への引き上げと合わせて低所得者対策として、軽減税率制度を実施するととしておりまして、日々の買い物における通税感を緩和するとともに、消費行動にもプラスの影響があるものと期待するところであります。 先ほど申し上げましたように、最初の1点において申し上げた、子どもたちや子どもたちの世代に投資することによって、将来の子育てへの不安、あるいは半分は社会保障の安定化のために使えますから、社会保障の持続性について、安心感が出てくれば、それは消費の喚起にもつながるものと、こう考えております。もちろん、さらにわれわれ、2019年10月に引き上げていくためのですね、 それを可能とする経済状況を作っていくために、しっかりと政策を進めていきたいと、このように思いますし、経済財政政策に万全を期していきたい、また引き上げの際にもです、ね、前回の経験を生かして、しっかりとした対策を打っていきたいと、このように考えております東徹君。 まあ、あの私はですね、まあ、やっぱり消費の冷え込みというのは、まあ、大変、えー、心配をしております、でやっぱりそうじゃなくて、やっぱり行政改革でもって、えー、やはりですね、えー、お金を生み出していくということをやっぱり真剣にやっぱり考えてやっ,ぱやっていくべきだというふうに、えー、思いますので、まあ、本来、行政、業革で,です、ね、もっともっと財源を生み出していく努力をですね、 まあぜひすべきだということを申し上げさせていただきたいと思います。まあそしてまああの経済成長も大変大事なわけでありますがあの2020年にまあ東京オリンピックがまあ開催されますがまあその後まあ経済をですね支えていく一つのまあイベントとして日本万博まあ大阪関西大阪が立候補しておりますけれども2025年の万博でありますが。 万博の誘致についてはです、ね、これ、最大のライバルでありました、まあ、フランス、パリがですね、まあ、撤退をするということになりました、まあ、ただ、ロシアとかアゼルバイジャンも、まあ、そのことをですね、そ、えーまあ、らく喜んでるんだろうというふうに思って、えー、やっぱりここはです、ね、油断をしてはだめだというふうに思っております。でまあ、積極的なな誘致活動がが大事なわけでありますが、まあ、明日 ですけれども、BIE の視察団がです、ね、来日されることになってまして、ロシアやアゼルバイジャンにです、ね、勝てるよう、まあ、どんな活動をです、ねまあ、行っていくのかです、ね、安倍総理にお伺いしたいと思います安倍内閣総理大臣。日本はかつて、1964年の東京オリンピックと、1970年、大阪万博においてです、ね、まさに日本の経済成長を力強い確からもとしていったんだろうと。 このように思いますが国際博覧会の国内への誘致は日本の魅力を世界に発信する絶好の機会であります開催地のみならず我が国各地を訪れる観光客が増大し地域経済が活性化するまあ、起爆剤になると考えております現在旅行,旅行収支が黒字化しておりますが これはもうずっと赤字だったものがわれわれ政権交代して黒字化になったんですが、その前1回だけですね、えー、まあ1回というか、単発的に単月で黒字になったのが大阪万博の年であります、世界中から観光客がやってきたということでありますから、まさに世界から人々が日本にやってくる観光客をさらに増大させる起爆剤にもなると、こう思っています。私自身各国の首脳に対し 調節首脳会談においては必ず働きかけを行っております。大体、雰囲気はいいのでありますが、これ、確約を取ることが大切だろうと思っておりますので、しっかりと、えー、我々、えー、この誘致活動に力をさらに入れていきたいと思っております。えー、各国政府要人に対しては、東議員も参加されている超党派の理念の皆様や、まあ、経済界の方々に精力的に働きかけていただいており、 国自治体および北大会がオールジャパン体制で積極的な活動を展開をしておりますそして今週来日をする BIE 調査団の皆さんとは明日お目にかかる予定でありましてこれまでの大阪万博愛知万博などの実績に裏打ち伝えた日本の国際博覧会の計画の確かさそして産業界なども含めた誘致への熱意そして大阪・関西の魅力を 私かからもしっかりりとと伝えてまいりたいと思いまいいいた思す今後も11月に予定される BIE 総会での開催国決定投票に向け、国会議員の皆様に幅広くお力を借りながら、何としても誘致を成功させるという決意の下、内閣,内閣で全力,全力を挙げて取り組んでいく考えであります東徹君。 ぜひ、大阪・関西の魅力をしっかりと PR していただきたいと思いますし、当然、われわれも努力をしていかなきゃいけませんし、大阪でも賛同者が80万人の署名が集まったというふうなことを聞いておりますので、しっかりと来年の11月、あ今年の11月に向けて、努力をしていきたいというふうに思います。 で、えー、次にですね、えー、診療報酬について、まあ、お伺いをしたいと思います。これ、あの診療報酬なんですが、もうあまり時間がありませんので、えーまあ、今回ですね、平成30年度ですけれども、まあ、診療報酬と、まあ、介護報酬の、まあ、ダブル改定がこれ、行われました、あの医師の人件費などに充てる、まあ、診療報酬の、まあ、本体部分、まあ、これがあのプラス0.55となったわけですね。で、えー、この診療報酬を これ考えるときの計算が、計算というかデータがですね、この一般病院の損益率という、このデータでもって検討するんですけれども、まあ、そ,のそれぞれバラバラなんですね、医師会が言う数字と、それから健康保険連合組合が言う数字と、そしてまた財務省が言う数字、まあ、これが3つ、3用になっているんですね。でこれではではすねししっかりとした あの議論というのができないんです、でえー、こ,のこの数字を求めるにあたっても、回答のです、ね、回答率もですね非常に少ないんですけれども、これ、回答率何、何か分かりますか、加藤厚生労働大臣。平成29年に実施いたしました医療経済実態調査の解説主体別になりますが、病院については全体が56.2%。 国立では70.0%、公立は80.1%、医療法人は49.4%、個人は32.1%となっています東徹君。まあ個人だと32.1%で、回収率も回答率もね非常に悪いんです、で非常に悪い中で、えー、その回答したものをですね、えー、元にやっている、まあ、言ってみれば、アンケート調査にですね、 近いような数字でもってこれを議論してるん,です、ね、でこんな議論してたら、ね、ダメですよ、これあの、健康保険料は、まあ、あの医療保険はです、ねえー、保険料とそれから税金でこれ賄われてるわけですから、しっかりとしたデータでもって、やっぱりやるべきだと思いますので、これあの、税務情報とかそういったものを用いて、ですねやっぱりこれ、麻生財務大臣がです、ね、しっかりとやるべきだと思いますけども、いかがですか。麻生財務大臣 あのこれは予算の編成をさせていただくにあたってはこれはきちんとしたデータに基づいて検討せないかってこれは当然のことなんであってこれはもう東先生のご指摘のとおりなんですで。特に医療費の場合は そうですね社会保障全体で約33兆円のうち医療費が11兆円介護が約3兆ぐらいですかねそういった額になってますんでまあ3分の1はこれに当たりますんであの総額のですよ。そういった意味ではこれをあの マイナスかプラスかっていうのでだいぶよく前の年比で総数が良くなってきていることは確かなんですけれどもそれでもあのまだまだ赤字であることは間違,い間違いありませんのでそういった意味においては私どもとしては今インターネット等々いろんなものであの回答する今加藤大臣のお答えがあったとおりなんですが今あのもうちょっと確実な情報を使いやるために税務情報を使えっていう話なんですがこれはなかなか難しいんで。 ご存じのように日本の場合申告納税制度っていうのを使ってはしてもらってますんでこれは税務行政のためにやっとる制度なんですがそれをいわゆるこの情報っていうのを税務行政という目的以外のものに使おうと。 いうことになりますと、これはなかなかあの問題なところなんだと思いますんで、いろんな指標が出てくると思いますんで、それは使える情報としては使える情報なのかもしれませんけどこれを目的外使用するということに関しましては、少々慎重でやらないか,んかなと思っております安東徹君まああの。この本体部分布というのは、6回連続プラス改定してるんですね。で、えー、あの医師会が言うのは 平成26年度はマイナス赤字が3.2%、28年はマイナス4.2%、大きくなりましたよと、でえー、財務省が言うのは、えー、これあの、国公立病院を除いて、えーまあ、過重平均を指して、プラス0.4%からプラス0.6%、財務省の方は良くなりましたよということを言ってるんですよね。だから これ一体どの数字でもって本当に議論すべきかというのは、きちっとやっぱりデータが大切なんです、だからこれ、データもきちんとです、ねえー、アンケート調査みたいなんじゃなくてです、ね、回答をやっぱり義務化して、えー、そしてやっぱり虚偽の数字を出さないと、えー、そしてえきちっとまあ税務情報も活用するとかです、ね、やっぱりそういうことをやっぱりやるべきというふうに考えますが、安倍総理、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣 ご指摘のこの医療経済実態調査についてはです、ね、厚生労働省において、正確な回答を得るための取り組みや、有効回答率の向上を図るための取り組みを行った結果、平成29年の調査ではです、ね、有効回答率が向上したと、このように承知をしております。今後ともです、ね、より信頼性の高い調査となるよう、調査内容を不断に見直すとともに、有効回答率のさらなる向上を図るなど、 医療機関の経営状況をより正確に把握できるように取り組んでまいりたいと思います君あの安倍総理が国難だと言ったのに、今、本当に国難だと思います、非常にやっぱり財政、厳しいですよ、これはもう麻生大臣もよく分かっている通りだと思いますけれども、だからこそやっぱりきちっとしたやっぱりデータを用いるべきだというふうに思いますで、えー、なかなかね、これ言っても変わらないと思います、おそらくこれね、自民党さんやっぱりね、しがらみだらけですよ、言っちゃ悪いですけれども。 あのそれはもう医師会からですよ、まあ、団体献金2億円ですよ、で、国会議員になって、医師会から1億円以上もらってる、でこういうね、しがみがあればです、ね、やっぱりこういった改革ってなかなかできないと思います、まあ、ぜひそういったことをです、ねえー、肝に銘じてやっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。以上でお会いししまますありがとうございました以上で